今回で大石刑事の行動がぴったりと、繋がってきたんじゃないかなというふうに思います。それからまあエウアがですね、なかなかに意味深な話をしていましたので、この物語の結末としてね、どんなことが示唆されていたのか考えるのも面白いと思いました。はい、こんにちは、トールです。日暮し卒の第9話が放送されましたので、たたり明かし編のその3についてね、まあ5からのアニメ視聴者としての視点で、感想と考察を共有していきたいと思いますのでよろしくお願いします。まあね、旧作をね、入れずに話してますので、まあ、話半分に聞いていただくのがいいんじゃないかなというふうに思っていますが、よろしくお願いします。今回はエウアをね書いてみたんですけど、はい、ね、前回ね面白かったですね。ポテチ食いながら生ビールを飲んでるエウアがなかなか可愛かったですね。なんか若干自分の記憶が曖昧なんですけど、確かそんな感じの深夜があったような気がしますよ。はい、は置いといて、今回のストーリーなんですけど、まあその時系列的にもちょうどたたり魂編における、内容の11ですね。はい、11話をまあちょっと 前と後ろね引っつけてお送りしたというそういう時系列の話になりました。はい、だからまあたたり魂の、10話の最後と10話の最後と11話と12話のちょっと頭ぐらい、が入ったそんな感じの内容で、まあ、ほぼほぼ、たたり魂その3と同じようなね、明らかな感想という感じに、明らかな回答、という形になってたと思います。はい、ストーリー的には魂編においてはですね、はい、里子の状況っていうのをね認識した、まあ間違ってるんですけど、まあメンバーがですね、いろいろこうどうするかを考えてですね、そして言ったら、里子救出に向けてね、一致団結して燃えていたと、そういう展開になってるんですけど、まあ、その裏でですね、穏やかな人情ものというかね、人情話というのが繰り広げられる、そういう流れになっていました。まあ、こちらも燃えてるといえばね、燃えてたんですけど、はい、里子さんは結構驚いていましたし、これで里子がね、焼死とかしてたらね、本当にシャレにならないですからね。はい、ここは焦っていたところでしょう。まあ、そんな感じなんですが、まあ、里子がですね、まあ、赤目状態、魔女状態で大石に、注射をしてですね、大石がですね、まあおそらくは何らかの状態を発症して、物語がね、あ、これは繋がるぞと、いうような形になりました。はい、で大まかにもこれでほとんどね示されたのかなと、思えなくはないんで、それのある意味答え合わせ的に、6月17日のね鳥居の描写があって終わりましたので、はい、まあまあまとまった内容だったというふうには思います。すごい新情報というね、そういう部分ではなかったかなというふうに思いますが、まあ今回ねその事件の裏側とねそのロジックというか、レナの時もそうだったんですけど、ミオンって若干動機がわからないし、まあある意味こう行き当たりばったり的な感じで行動してるし、で自分のやったことと尻滅裂やったりするっていう、やっぱりこう優しさみたいなところから、あの行動が若干こうねその衝動的でしかないように見えるんですけど、レナとか大石ってかなりその冷静なんですよね。ロジカルに動いてるっていうところで、その根底のところに疑心暗鬼とかね、ありもしないような被害妄想みたいなものがあるからこそ厄介なんですけど、その表面的に出てくる行動自体はなかなか理性的なところが、裏側見ていてやっぱり面白かったですね。はい、そういう意味でですね、結構その繋がってきて、お、繋がったぞというところが楽しいです。頭の切れるキャラクターが暗躍してくると、楽しいものがありますね。はい、でまあ、毎度おなじみ魂からのつながりみたいなところがあると思うんですけど、そうですね、あの刑事たちが相談所に行ってるところを大石が見ていたりしてですね、大石がどういうつもりで動いていたのか、どういうものを見てきたのかっていうところが、見えた回でありました。だから今回は言ったら大石、主体の話になったんじゃないかなというふうに思いました。描写としてのつながりはね、なんか料理本を見ながらしてですね、料理してるのが圭一と、ね、かなり近かったですね。感覚的に近いものを感じますよね。まあ鉄平とほぼ同じようなね、あの炎上のさせ方をねしていましたので、はい、これ、まあこれめちゃくちゃ近いですよね。はい、こんな感じの描写になっていました。でまあそのできた後のものも、例えばこちらが鉄平なんですけど、はい、キャベツをこういう風に切ってですね、まあダメにしてる状態になってるんですけど、これが鉄平がダメしたもので、こっちがねケイちゃんが、切って、ケイちゃんがこれダメにしたものですね。はい、まあまあ近い感じにはなってるんですけど、まあ、キャベツの切り方のセンスで言うと、どっちが勝ちなんでしょうね。よくわかんないですね。これケイちゃんなんですけど。
まあ、ともあれですね、まあ、さとこは消火器の使い方がもう慣れたみたいな、そんな感じになっていましたね。つながりとして言うなら、味噌汁を今回ね、作っていたさとこがいたんですけど、これも、その、ちょっと前の日にですね、圭一にすごく褒められた味噌汁やったよっていう、そういうつながりがあるのかもしれません。ともあれですね、具は違っていたので、もしかしたら別の読み取り方ができるのかもしれませんが、ともあれですね、しっかりと圭一に、まあ、褒められてですね、認められたっていう描写がですね、実は入っているっていうね、そういうところを忘れてはいけない、そんな感じじゃないでしょうか。他にもですね、10話の終わりにですね、大石がやってきた、どこからともなくやってきた大石で終わっていた描写だと思うんですけど、こちらは何だったのかなっていうところで、自分はこの大石が来たのの道がね、地図的に見るとつまり4話に出てきた地図と5話で去っていったミオンのね、ルートの道が全く同じだったので、この位置関係で考えるとこの大石っていうのはその雑木家の方から来たんだなと、いうことがわかります。だから里子の家から来たわけじゃないっていうところですね。で、自分がじゃあその先にね、用事があったのかなっていうところを見てたんですけど、まあ今回ですね、ちょうど大石が暗躍した後にですね、その雑家の前までね、来てね、決まりやろみたいなことを言っていたので、まあこの笑顔がそのままね、この続きとして、はい、こちらの最後の、つまり、まあ、たたり魂戦における重要なラストにつながってくるのかなっていうふうに思うと、まあ綺麗なね、つながりですよね。で、実際神社でいたずらをした大石のところをですね、まあ11話の冒頭、騙し編11話の冒頭が今回ね、最後に書かれた、明石編のね、3話のところでね、書かれた、その3のところで書かれたっていうところが、綺麗につながっていました。で、これで見ていた白髪のおじいさん、やたらこの人に出てくるんですけど、が今回大石と話をしていたおじいさんでね、つながってますね。綺麗ですね。はい。この人やたら出てきて、やたら殺されるんですよね。まあ関係ないのかもしれませんが、でつながりとして言うなら、まあ9話に出てきた鉄平がね、もらっていた頓服薬、関係がまあおそらくはですね、今回使われた睡眠薬というところにつながってくるんじゃないかというふうに思いますので、はい。サトコと一緒に、まあ、暮らすようになった鉄平が、まあ、持病のね、薬用とかでいろいろ持ってたんでしょう。はい。で、それを利用したサトコという流れになりました。で、まあ、一杯持ったという、そういう流れになってきますね。はい。まあ、ここは結構、その、解釈分かれる部分かもしれませんけど、まあ、単純に薬の回収として、とってもいいのかなというふうには思いましたね。はい。そして、まあ、エーワがね、それっぽい実況をしてるわけですよ。はい。で自分ちょっと気になったのは、エヴァが見ながらかけら見てるんですけど、冒頭にあったサトコがですね、その今思ったらこれって結構幸せやったのかも、リカを独り占めにできて幸せやったのかもしれませんねみたいなことを言ってるんですけど、でそのことを言ってるリカがここに、あ、サトコがここにいる状態で、エヴァはこのサトコがね、自演してそのパニックに行ってる掛け殻を見ている状態になるんですけど、これちょっと不思議な描写ですよね。じゃあこの軸にいるサトコはどこにいるんだっていう、サトコって言ったら鬼明石編からゲームがすでにスタートしているので、死なないとこの掛け殻には戻ってこないし、で、掛け殻の中のをね、プレイしている途中で外に出ることもできないんですよね。だから綿明石編でミオンにそのリカの安否について聞きに来たわけですよ。確認ができないから、だとするとこの描写っていうのはかなり前の描写で、つまりゲームが始まる前、もしくはゲームを始める前の描写になってくるのかなっていうふうに思って、こういうやり方はちょっと珍しいですよね。今まで言ったらこれって旧作要素なわけですよ。で、旧作要素って今まで新しいカットを入れてたけど、これって新しいカットじゃないですよね、きっとね。そのままコピーしてる感じですよね。はい。そんな感じになりますので、ちょっと不思議な描写やなというふうには思いました。なんか一瞬、サトコが2人いるんじゃないかと思えるようなね、そういう描写になってきますから、面白かったんですが、まあそこというよりは、気をつけるべきはですね、おそらくその価値観の逆転の話ですね。繰り返すものが、価値観を逆転させるということはね、珍しいことではないみたいなことを言っていたんですけど、そんなにあなた繰り返すもののこと詳しいのってね、これってまあ里子が繰り返す中で価値観がねひっくり返ってしまったっていうような見え方が、できなくはないんですけど、まあそこだけではなく、つまり里子の変化を表すことというわけではなく、じゃあ他何を表してるのかというと2つで、1つは多分リカちゃんですよね。はい、仮説としてはですね、このね、レッドアイズブラックリカちゃんは、ちょっとね、繰り返すうちに価値観が変わってしまってるリカちゃんの可能性があるぞとね、
さとこと同じようにリカちゃんも分裂みたいにしてるんじゃないかと、思えなくない部分にはなってくると思います。もしくは、3人目の存在ですよね。はい。つまりどういうことかというと、まあ価値観が変わったぞ、明らかに、いやそのこのキャラこんなことせんやろみたいなキャラクターがこんなことし、ね、不自然な行動とかをしてるときにですね、はい、いやこれもしかして繰り返せるものなんていう、そういうところの考察ができる部分になってくるのかなというふうに思いますが、これも多分ね、旧作要素ですよね。はい、つまり旧作知ってる人が、あれこの子ってこんな価値観の人間やったんやっけっていうところを、気にしたなるような、ね、描写が出てきた場合、その人間をもしかしたら、繰り返すものである可能性があるっていうところなんですが、まあ僕にはタッチできない、部分にはなりますね。はい、まあ価値観がね、その逆転してるっていう意味で言うんやったら、その例えばね、ね、それまではですね、ね、髪も短くね、短パン姿でね、走り回っていたのにね、1年後はね、なんかね、雰囲気が変わって髪のも伸ばし出したってね、そういうクラスメートがいたりしたんですけどね、まあそれぐらいしかね、自分的にはちょっとね、思いつかないんですよね。はい、明石編になってきてからね、やたらと新カットが追加されてる、人物がいたりするんですけど、まあそれは、まあね、多分幻想なんで、はい、置いておきましょう。はい、まあそんな感じでお約束の話をしたところでですね、やはりまあ、さとこが何らかの変化をね、その、及ぼされていくというかね、変わっていってるねって。その、さとこが今回いろんなカットがあったんですよね。さとこの心境について。で、それについて、一番最後の最後で、まあ、栄養がニヤッと笑うことによって、さとこが、その、てっぺいとかみんなの気持ちを、まあ、踏みにじりますよっていう描写でですね、終わったので、演出としては筋が通ってるんですけど、でもですね、ここまで、その、さとこのね、心情みたいなのが分かるような描写、普通するかなというところは、ちょっといろいろ考察の余地があるのかもしれませんね。すなわち、最後のにやりもそうなんですけど、なんかところどころ、あ、ここ笑わへんのやとか、ここ曲がらないやとか、ここちょっと本当に心配そうにしてないとか、思う部分がちょいちょい入ってくるわけですよ。で、今回の、一番の、まあ、シーンとしては、てっぺいがさとこに毛布をかけてあげるシーンとかですよね。はい、これ完全に 100% 思いやりで善意であるわけなんですよね。愛情なわけですよね。冒頭に鉄平がさとこにね、結構ひどいことをしていたっていうね、かけらがあったことも分かってますし、あ、なるほど、鉄平ってこういうノリやったんやっていうのが僕はようやく分かったんですけど、午後からの視聴者としてね、はい、見てなかったですからね、これまではね、はい、でそういう意味で、まあかけてもらった後に、まあさとこが目を覚ましてですね、はい、かけてもらってたことを意識する描写があるわけですよね。これをなんでわざわざ出すかと。つまり赤目になって全民の善意をね、完全に利用してやろうと思っているさとこの描写なんですけど、大石から離れるときはね、なんとなく黒目になっているわけですよね。はい、布団かけてもらったことに気づいた時のね、表情も何とも言えない表情をしている部分ですね。やっぱりこれは別の意味合いがね、取れそうな感じがしてこなくはないですよね。はい、さとこの気持ちが揺れてると、もしくはさとこの意識がですね、乖離してる、そんな感じのことを取れるっていうね、そんな感じですね。そんな感じって言い過ぎなんですけど、それからまあ鉄平の火事描写ですか、ここも結構まあケイちゃんに近いものを感じましたけど、はい、なんとなくこうね、油の量が分からなくてね、炎上させてしまうところとかですね、さとこに対して何でもするぞって言っていたのは、まあたたり魂におけるケイ一を感じてはいました。ね、ただまあ言ったらもう大の大人なんでね、なんとなくこうね、そのさとこの下着を、取ってしまって気まずくなってるところとか ね、洗濯物干しながらすぼんでるところとかね、なかなかシュールな感じにはなっていましたが、まあおそらく天敵であった大石に頭を下げてでもですね、さとこを守ってほしいというね、本気の意思があったというところはなかなか鉄平のね、良かったところだと思います。で、まあ鉄平が結構ひどいやつことをねしていたことはわかるんですけど、なんかこれもちょっと関係性の部分ね、ありますよね。なんか人間の本質ってその人間だけにひっついてくるもんじゃなくて、なんかこの世界においてはさとこの関係を良好に気づいてるからこそ、その思いやりがさとこに言ってたし、でそのさとこが冒頭に見ていたかけらにおいては、
なんか別のところに、意識がいって、そしてお金の問題があったからね、いっぱいいっぱいになっていて追い詰められて、その苛立ちの、まあ、をはけ口が里子にしかなかったから里子に行ったというふうに、見えなくはないので、人間やっぱり追い詰められるとねしんどくなりますし、このてっぺお金はしっかり持ってるんですよ。はい、そんな感じなんで、その、まあ、なんていうかね、そのてっぺはこういうやつだなというところで、そこまですごい意外性はなかった感じでしょうか。はい、まあこの辺はまあ人それぞれなのかなとは思うんですけど、まあ自分はそんなに鉄平の印象が悪くはならないというか、部分になってましたね。この辺はちょっと新規アニメ勢の印象とかをまた教えていただける方がねいたらね嬉しいかなというふうに思っています。はい、そしてですね、まあちょっと大石のその動きを見ていくのもいいのかなというふうには思いましたね。はい、つまり大石の目論見というところで、今回まあ注射を打たれたのが大石なんで、大石発症ルートでいいと思います。で、大石の意識としては連続開始事件の犯人を捕まえたい、自分はよく分かってなかったんですけど、どうやら大石もですね昔の事件に大きな因縁があってですね、なんとか解決したいと思っているみたいですね。はい、それでまあ必要に追っていて、その雑記をマークしていたという、そういうことでしょう。で、今回頓服薬で、注射を打たれた、まあ睡眠薬を盛られてですね眠ってしまったから、注射をね打たれてしまったなという流れがあったと思うんですけど、まあこの描写はまあその医師が処方するような睡眠薬を一錠飲んだぐらいで、あんなね眠り方で気づかないのかっていうような、ね、部分があるんですけど、まあこの辺は結構ねその日暮らしにおいては軽めに見ていった方がいいのかなと僕は思ってたので、はい、今回なんか睡眠薬を飲ませたっていう描写があったことで、逆に綿明かし編においてどうやってミオンに注射したんやろっていう疑問はちょっと出てきましたよね。はい、そうなんですよね、こう3つ並べてみるとですね一つ不自然なところがあると気づいてくるっていう部分があるんですね。実は綿明かし編不明瞭なところ多すぎるわけですよ。はい、なのでもしそのレギュラーメンバーの中にねこう何か違う動きをしてるやつとか里子と組んでる、キャラクターがいるんやとするとミオンということになるのかなと、そんな感じのことを思いましたが、そしてまあ綿明かしとたたり明かしまで見て踏まえてみると、おそらくは連続開始事件は何か首謀者みたいなのがいるわけじゃなくて、まあミオンが綿騙しで言っていたようにですね、たまたま、事件が続いてしまったがゆえにですね、はい、まあ、今回もねそうじゃないかってみんなが疑心暗鬼になってる、そんな中でおそらく雛見沢症候群が発症したり、高野さんのね目論みとかがあって今回のね事件も起きてしまうという流れなのかなと、思わなくはないですね。でそういう前提でまあ話を見ていこうと思うんですが、あのこの前提は僕が旧作勢じゃないからね、あの敷いてるレールなんでね、この部分が間違ってる可能性だいぶあるんでね。でまあ大石の見立てとしてはどういうことなのかっていうところ、まあその大石自身が手帳を見ながらね、見ていたんですけど、これ右側の、渡流し祭り男の死体って書いてて、自ら首をかきむしって死亡かって書いていて、これちょっと不思議ですよね。はい、なんかもうこれがね本当に大石が見てるものなんやとすると、なんか首をかしくきむしってるっていう描写に関して認識してるのって、鬼魂編において看護師さんが言ったことね、あ4か鬼魂編の最後に看護師さんが言ったことと、あとその回想シーンというか、里壊し編の時の回想シーンかな、あれ綿明編、いや里壊し編か、回想シーンかな、大石が前原さん、あんたまさか首を強くかきむしっちゃいないでしょうねみたいなことを、言っていたので、なんか変死体に首をかきむしるっていう描写っていうのは入ってくるものみたいですね。はい、これがいつのものなのかは分かりません、もしかしたらこの首をかきむしるっていうのはリカちゃんのお父さんの話で、なんか病死みたいな変な奇病にかかって病死みたいに言われていたので、その病気で首をなんかかきむしってね、そのまま死んでいたのが書かれていて、なんとなくこう雛見沢症候群的な、ものというかその病気的なもの、病気になった時人間は、首が痒くなるんだよという意識がこう刷り込まれたパターンとかがあるのかなとね、いろいろこう思わなくはないんですけど、まあ、この辺もちょっと自分には見えない部分ですね。はい、
ともあれ、大石の見立てとしてはですね、毎年のたたりはおそらく村ぐるみなんだろうという見当をつけているからこそその雑記をマークしていた、ここは間違いないでしょう。そして、今年の生贄になる対象はおそらく北条家の流れなんじゃないかなと。今の流れやと北条家狙われそうだなっていうところが薄々見えているっていうね、そういう部分です。これは聡子が演出してるっていうことなんでしょうけど、そして、大石視点で言うと、熊ちゃんにですね、圭一さんはいじめに加担させられてるんじゃないかってね、言っていたので、はい。おそらくは、ひなみざわの住人、学校のクラスメート含めて、全員で北条家を排斥する。まずは、鉄平と里子を引き離しにかかってる、ように見えますよね。はい。そんな感じですね、北条家を排斥する流れとして、クラス全員がですね、まず鉄平と里子を引き離そうと、ね、いじめられてた里子がですね、鉄平に助けを求めたんだけど、とりあえずまずは里子と鉄平を引き離すために児童相談所に、連絡を入れたり、それからですね、圭一を焚きつけてですね、はい、盛り上げていくみたいな感じに、してるのかなっていうように見えたっぽいですね。はい。で、圭一は、だから、実は学校で、里子がいじめられてるのを認識してなくて、ひなみざわのクラスメートにですね、言われてですね、それを真に受けてですね、助けてあげないとって動いてたようにね、見えてるし、実際、たたり魂編においては、そう見えてたんですよね。新規アニメ勢としては、新規視聴者としては。一回も当事者である里子からの言葉を聞けなくて、たたり魂編って。で、たたり魂の最後に里子からね、電話で伝えられるっていうすごく不自然なね、動きになっていましたので、これ、なんか本当に圭一の言ってること正しいって言えるのみたいなね、そんな感じで、自分的にもね、その引っかかっていたところが綺麗に繋がったわけですね。はい。つまり、この大石の木さんがね、新規視聴者的にはね、ぴったり繋がった感じになってくるんだと思いますね。生地リカちゃんがね、これが運命を変える力なのね、みたいな、そんな感じでね、言っていたので、余計混乱させられたというふうにも思います。そして、圭一はですね、担がれてですね、鉄平と里子を引き離すためのですね、手段として担げ上げられていると。そして、鉄平をですね、みんなの悪者としてですね、設定するための舞台にもさせられているぞと。この二つの要素なんじゃないかなというところが、大石の見立てなんだと思いますね。はい。この辺の、大石が思う、筋書きっていうところは、若干、筋がね、通ってない部分もあるとは思うんですけど、このあたりは、注射を打たれてるからと、見えなくはないですね。そして、起きたこととしては、おそらく大石はですね、変にこう動かさせすぎてですね、里子の問題をすぐには解決させてはいけないだろうと、いうように思いましたね。つまり、北条家に今、その園崎家たちっていうか、ひなみざわからのね、ヘイトがしっかり溜まってきてるので、これはしっかりとヘイトを溜めさせたら確実に北条家狙われるだろうとね。そこを捕まえればですね、証拠を一気に、見つけることができるだろうと、そんな感じのことを、おそらく大石は考えていて、村人に噂をね、流したりやとかですね、トレインにいたずらをしてですね、鉄平に対するね、ひなみざわ VS 北条みたいな、そういう構造を煽ってる、裏で煽ってるやつというね、そういう形になりました。はい。これはなかなか非人道的なんですよね。でも結構嘘をついたり、横暴な行動をしたりっていうところが、大石にはあることは示されてますし、特にたたり魂編における、大石って、もうこの時点で、その、親しろ様の使いみたいなね、ことをですね、入江から説明されてる描写ですよ。だから、刑事的にも、言ったら、警戒しなければいけない相手としてね、見えている部分になっています。それにしては結構村の人たちが大石に対してね、丁寧ではいたんですけど、ともあれですね、手段は選ばないぞという大石が、今回見えてくるんだろうというふうに思いますので、道筋はね、綺麗なんですよ。もうほとんど、GO の時点で見えていた道筋がそのまま通ってはいます。警備対象がですね、その先から、ターゲットとされる北条家に変わった、言われてましたね。もっと具体的なところにターゲット絞るよって、言っていましたので、熊ちゃんに対してね。おそらくは北条家をマークしておけばですね、たたりの実行犯が見つかるだろうというふうに思ったわけです。で、これがですね、最終的に、リカちゃんを襲う流れになっています。フルデ系の疑惑にどうつながるかっていうところがポイントでしょう。
まあですね、その普通に今まで起きたこと、騙して書かれたことだけ考えても、これずっと北条家マークしてたら大丈夫やろうと思っていたら、里子が圭一を招き入れてですね、はい、前原さん自身はですね、自覚なくですね、まあ雛見沢のために騙されてるんだろうと大石は思ってるので、ノーマークなわけですよ。でそんな前原圭一が言ったら鉄平とかを襲ったっていう状況に出てくるとですね、これは計算が狂ってくるわけですよね。はい、その雑居じゃなかったんかっていうね、そういうところになります。でそこでですね、まあ里子が何か言えばですね、古出家がの、まあ古出家が犯人なんだろうというようなことで確信が持てると思いますので、この辺はつまり、普通に見てたら里子が何か大石に言ったようにも見えますし、それ以外にね驚きの展開で、疑うような様子が出てくるのかもしれません。はい、まあ、一体なぜ大石が、まあ、古で理科が犯人、すべての黒幕なんだってね、思うようになったかっていうね、結構楽しみにしておきたいなというふうには思いますよね。はい、まあ、どのタイミングかはちょっとね、わからないんですけど。まあね、理科ちゃんがね、ちょっとうかつなことを言ってしまってね、勘違いされるパターンもね、いや、まあ、そんなことはないですかね。はい。まあ、仮にもね、まあ、100歳も誇るですね、スーパールーパーがですね、スーパールーパーってウーパールーパーみたいですね。はい。まあ、そんなことしないやろっていうふうに、まあ、思えなくはないんですけど、まあね、実際にバター菓子園でね、あったので、はい。うん、なんか、リカちゃんがですね、なんか、これで運命変わるみたいなことをね、マジ来たこれみたいな、そんな感じのことを言っているところを、まあ、大石が聞いて勘違いするパターンもね、十分にあり得るんで、まあ、いくらでもリカちゃんが疑われる、その道筋っていうのはあるんで、まあ、どういうものが出てくるのか楽しみにしておきたいなと、そんな感じのことを思います。はい、まあ、そんな感じでありがとうございました。まあ、いろんなねコメントとかね高評価とかで応援していただいてですね、楽しく進めさせていただいています。はい、まあ、ちょっと触れておこうと思ったコメントではあるんですけど、まあ、自分はフルで里子パターンあるかなっていうふうに思ったんですけど、まあ、なんか家系の関係で、まあ、里子の父親と、じゃあ里子の母親と、まあ、連れ子の母親と、まあ、フルデ家の、ね、父親がひっつくのは、まあ、多分これ旧作要素なのかな。母方系列の神社やったとするとそのパターンはないよって言われたんですけど、まあ、でもあると思うんですよ。フルで里子、リカちゃんのお母さんがそのいたとして、父親の方が奇病で先に亡くなっていて、リカちゃんのお母さんが再婚相手を探してる、状態になってたとして、でそれに対して里子とサトシは母方側に引き取られたんじゃなくて父方側に引き取られてて、再婚すればね、パターンとしてはフルで里子ルートは普通にあると思うので、これは、自分的にはね、まだある可能性なんじゃないかなというふうには思うんですけど、まあストーリーは着々と進んでいるんでね、おそらくは全然違うルートに、ね、なってくるんだろうなというふうには思います。あと、まあ、結構、鉄平を自分もいじってるんですけど、このいじり方ってなんか新規アニメ勢っぽくないよね、みたいなことのコメントがあったんですけど、これは多分僕のいじり方があんまり良くなかったのかな、というふうに思わなくはないんですが、日暮らしの中頃にって、僕は言ったら、雛見沢のメンバーたちの物語だと思って見ていたわけですよね。うん、で、騙し編において見ているとですね、やっぱりいろんなキャラクターがいるんだけど、内側で何を考えていたかっていうのは前原圭一以外はよくわからないっていうね、そういう感じになっていくんですよ。で、それが見られるのかなと思って見ていてですね、猫騙しとか里壊しとかを見ていてもですね、わからないんですよ。あんまりどういうキャラクターがどう思っていたのかっていうのが。で、そんな中で、まあ、最後に鉄平が出てきたっていうところもあるんですが、卒に入ってからはもう鉄平祭りなんですね。だから、そのキャラクターとしては、鉄平って結構浮いてると思うんですよね。なんか、その、圭一とかミヨンとか、ね、リカちゃんとかの活躍とか奮闘が見えるのかなと、思いきや、言ったら一番頑張ってるのって鉄平なわけで、これって役割としてはやっぱり浮いてると思うんですよね。鉄平物語っていうそういう物語ではないので。ですので、自分的にはこの浮いてる鉄平をどういう風に見ていけばいいのかなっていう風に思うと、それこそ今まで鉄平が悪いことしてた描写も今までね、今回ようやく出てきたんですけど、全く見ていなかった自分としてはですね、なんか、まあ、おもろいおっさんとして見るしかないよねっていう感じで、だいぶいじってはいたんですけど、新規アニメ勢としては不思議ないじり方に映ったのかもしれませんが、ともあれですね、まあ、やっぱりキャラクターとしてね、異物感はすごく強いので、
ので、うん、なんかこんなにその鉄平と里子のね、まあヒューマンドラマというかね、サクセスストーリーをね聞かれても若干やっぱ戸惑うところはありますので、ちょっとうまくコメントできなかったら申し訳ないなというふうには思います。あとまあ、ミヨンが着物着てたのがけじめコーデって書いてあって、なんかちょっと面白かったですね。はい。あの着物はけじめなんですかね。よくわかんないですけど。僕はパジャマパーティーなんかなと思ったんですけど。それからですね、まあ、ビールを飲んでる映画を描いてくださいって言われたんでね、ちょうど描きたかったんで、エイワさんを描いてみました。はい。ね、ポテチ片手にね、ビールを飲んでいたエイワさんだったと思うんですよ、先週ね。はい。これなかなかこう汎用性高そうですね。言ったら我々みたいなもんですからね、これね。はい。我々と同じような感じでね、日暮らしを見ているエイワさんなわけですね。はい。完全に一視聴者というかね、実況者みたいな感じがあります。あとまあ赤目になった時のねキャラクターっていうのは魔女という表現がされていたんですけど、まあその世界観的にはそのゲームのプレイヤーというかね、はい、コマを操ってるプレイヤー感も、ちょっとあるのかなと、そんな感じのことを思っています。はい。あとですね、これは何なんでしょうね。相談というかなんというか、まあ鬼騙し編、鬼明かし編までは、レナのことは結構よく分かって、自分的には、まあ、新規アニメとしてずっと最後まで行っても良さそうだなと思ったんですけど、綿明かし編が思いのほかよく分からないというか、というか、まあ、これね、その、わざとなのかもしれないですよ。つまり、わざとだとすると、その、ミオンかシオンが黒幕的に動いてるっていう表現なのかもしれないんですけど、あまりにもその、綿明かしにおいて明かされた状況が不明瞭というか、新規アニメ勢的には何のために書かれたのかわからないようなところが非常に多かったっていうところが、ありましたので、なんか、ここは旧作を補っておくともうちょっとね、なんかしっくりくるのかなと思ったりだとか、最後にみんなで大団円ってするには私はミオンとシオンのことがわからなさすぎるので、なんか卒が終わった時のね、ことを考えるとすると、まあ、このあたりのタイミングで、それこそ旧作をまあ別視点で見ておくのは、ありなのかなと思ったりはちょっとしてるんですけど、どうなんでしょうね。すなわち新規視聴者視点としての動画はまあ最後まで出そうとは思ってるんですけど、まあそこから若干分岐してですね、はい、日暮らしの旧作を見て、まあ鬼隠し編からちょっと見た、自分としての動画っていうのも出してみるのはありなのかなと、なんか最終回に行く前に少なくとも鬼、何でしたっけ、日暮らし回まで。かな、要するに旧作 の今一連の流れだけでも見ておいた方がいいのかなと、いうふうに思ったりはしてるんですけど、まあ何かこうアドバイス的なのがあったら、お願いできたらというふうに思いますね。はい。たたり明かし編が終わったぐらいで、まあ旧作の、まあ、鬼、バタ、たたり、に当たる部分ぐらいは、見ておいてもいいのかなと。まあ一応アニメ視聴者視点、新規視点としての動画を出し続けようとは思うんですけど、それとは別動画として、まあ今のね、視点として、まあ新規アニメ勢が今更振り返ってね、旧作見てみたよ的なのを、出していいものかどうなのかっていうね、自分の中で混乱しないのか切り替えれるのかっていうところはあると思うんですけど、そんなにもう切り替えなくていいと思うんですよ。レナのこととかってほぼ大体分かってるというか、その辻褄が合っているので、綿だけ異物感がすごくあるっていうのね、自分は感じているので、ここがね、なんかね、その仕込みであって、卒の中でね、回収される、ミヨンかシオンに実は何かあったんだ、サトコシがこういう流れがあったんだっていうのがやったら分かるんですけど、まあ、それがあまりなさそうなんだったら、もう今のタイミングでちょっとね、僕を二人に分けてですね、片方の自分に関してはですね、まあ見させてもいいんじゃないかと、旧作を、思ったりはしてるので、この辺また何かこうアドバイスあったらよろしくお願いします。はい。まあ、そんな感じに、なってますので、やっぱりね、旧作見てほしいっていうようなね、コメントとかいただくはいただくんですけど、まあ、卒の終わり方次第では僕はそんなに急いで旧作見ないかなと思ったりはしてたんですけど、だったら今のタイミングもありなのかなと、思ったりしていますね。はい。そんなわけでですね、今回もご視聴ありがとうございました。次回はですね、まあ、たたり明かし編のその4ということで、ここで閉まるのか、それともですね、じっくりあるのかってね、5まであるのかっていうところは、わかりませんが、楽しんでいきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。遠山徹でした。失礼します。